岡山の森林にようこそ。岡山県の面積のおよそ 70% が森林なんだ。晴れの国の穏やかな気候のもと、いろんな木々が育っている。実は森林にはとても重要な役割があるんだ。まずは水を蓄える役割だ。森林の土壌はスポンジのように水が染み込みやすい。だから大雨の時でも洪水になりにくく、日照りが続いても水不足になりにくい。まさに森林は水を守る緑のダムだ。次に土砂崩れを防ぐ役割。土を抱えるように木の根が張っているので山が崩れにくい。また地表を覆う下草や枝葉が山から土を流れにくくしてくれている。さらに二酸化炭素を吸収し酸素を発生させて地球温暖化の防止に役立っている。そして私たちが直接森林の恩恵を感じるのが、建築資材や家具の原料となる木材の生産だ。キノコや山菜などが育つことも見逃せないぞ。森林でのリラックス、心の豊かさ、健康促進、レクリエーションの場を提供してくれるのも森林の役割だ。どうだい？森林ってすごい役割を持ってるだろう。森林は人の手を加えた人工林と自然のままの天然林に分けられる。岡山県の森林は天然林が6割で、人の手入れが必要な人工林が4割存在している。岡山県の人工林は主に杉、ヒノキ、松で、その中でもヒノキが最も多く、実は岡山県のヒノキ丸太の生産量は日本一なんだ。ヒノキは主に住宅建材として使われ、耐久性や香り、見た目の美しさなどとても優良な木材として重宝され、海外からも注目されている。このように森林は私たちの暮らしや社会に大いに貢献し、なくてはならないものであることが分かってもらえたかな。林業は森林の力を活用して木材などを生産する仕事だ。苗木一本一本植える作業から始まり、何十年もかけて木を育て、利用できる大きさに育った木を切るんだ。このサイクルで仕事が進んでいく。木を切った後、目的や土地に合った種類の苗木を山に植え付ける。これが植栽だ。苗木を植えておよそ5年間、苗木の成長を邪魔する雑草を刈る。これが下刈りだ。地道な作業だが、健康な木を育てるための大切な仕事なんだ。混み合った木を切り、適度な間隔を作ることで残した木の成長を助けるのが間伐だ。木と木の間に適度な間隔を作ると、日が差し込んで下草が生え、森林の役割が十分発揮される元気な森林になるんだ。これも健康な木を育てるための大切な仕事だよ。40年以上かけ利用できる大きさに育った木を伐採する。自分が植えた木の伐採は次の世代に委ねることになることが多いんだ。山から切り出された丸太は原木市場で競りにかけて売られる。丸太は製材所で柱や板に加工されて、建物や木材製品などに利用されるんだ。
植えて、育てて、切って、使う。この繰り返しを健全に保つことで森林は守られる。それすなわち林業の仕事に支えられているんだ。では実際の仕事を見てみよう。午前8時現場に集合。 4,5 人でチームになり山を任せられる。チームにはベテランもいれば経験の浅い人もいる。それぞれの仕事があり見事に連携している。まず道を作る仕事。切り出された木材を運べるようにするんだ。こうだんだん慣れていって、その1日につけれる道の量が増えるとか、こう年々月を超えていくごとに出材量が増えてくるのはなんとなく目に見えて、できてきょんかなという感じはしますね。次に木を切る仕事。前の会社で、人間関係でどうしようかなと思って、木は好きなんで、ちょっとやってみようかなというふうな形で、やっぱり整備された山になったなっていうふうなところへんはすごい僕的には自分のやりがいの一つかなというふうに思います、はい。岡田さんはこのチームを率いるリーダー。この道16年のベテラン。勤めをされてる人に比べて、僕多分自由な時間か、あれはすごいあると思います、はい。怪我もあるんですけど、そういうことがありますんで、結構慎重な人というか臆病な人が向いとるんじゃないかなと僕自身は思います。間伐された木材の枝葉をチェーンソーや大型林業機械で処理し丸太にする仕事。この仕事は若手の一さんに任せられている。小さい頃からユンボが好きで、そういうユンボに乗るような仕事がしたかったんで、楽しいです。やっぱり外で体動かすのも気持ちがいいですし、作業したらそれが目に見えて結果になって見えてくるんで、やりがいもあります。丸太を積み込んで山を降りる。昼休みは仲間との楽しいひととき。自然に囲まれゆったりとした時間が流れる。午後4時作業終了。年齢は違えど森を守る気持ちでみんなはつながっている。これが林業の一日だ。現在では高機能な大型の林業機械の導入が進み、
山から木材を効率よく安全に運び出せるようになっているんだ。道から離れたところの木を集めるウインチ付きグラップル。枝を落としながら木を同じ長さに切断し丸太にするプロセッサ。立ち木の抜刀、枝払い、集積など一貫して行うハーベスタ。立ち木をハサミで切り、そのまま掴んで収材するフェラーバンチャー。丸太を集め山から運ぶ運材車。機械化の効果で作業の効率が上がっていることもあり、林業に若い人が増え始めた。岡山県では林業に携わる人のうち3割が39歳以下となっている。私も就職する前はいろいろと不安はあったんですけど、女性だとかちょっと男性の職場的な感じがあったりするので、事務方とか、管理側とか女性でも活躍できる場所はあると思いますので、やってみてはどうかなと思います。はい。経験を積めば積むほど、技術が上がっていくのが自分でも分かるんで、この辺はやっぱりやりがいを感じますし、奥が深いなと思うんで、なかなかこう難しくて極められないところが面白くてやりがいがあると思います。福島さんはチェーンソーだけで作るカービングに夢中だとか。で、面白そうだなと思ってこうちょっとずつ教えてもらいながら作ってはちょっと道の駅に出したりしてるんですけど。もう常に自然の中で仕事をしてますんで、四季をそのまま肌で感じられるので、体力的にはちょっとしんどいですけど、頑張った分こうやって自然を応えてくれますんで、やりがいがあると思います。前は服屋さんでアパレルの店員をしてたりとか、他いろいろしてるんですけど、逆に今は自然相手に仕事したいなって思ったのが、興味持ったきっかけのような気がしますね。入ってみなくちゃわからないことたくさんあるんでね、調べるだけじゃ全然わからないっていうか、全然印象変わることだってたくさんありますから。僕もそうでしたし、とりあえずは興味持ったら入ってみてやってみるのも一つだとは思います。私も元々都会でサラリーマンを、してた過去がありまして、自然を感じながら仕事ができる、そういう中で、成果物としてはやっぱりその整備された山、これから未来に向けてつながっていく山っていうのを自分で作れて、その成果が見れるというのがこの仕事の醍醐味かなというふうに思います。はい。なので皆さんで岡山に来て山に入って、ぜひともこの、林業を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。林業には特殊な知識や技術が必要で不安な人もいるだろう。でも大丈夫。林業に必要な知識や技術は国や県のサポートで研修を受けることができるんだ。また林業の仕事に就く前に林業の現場を体験したい人には、1日林業体験の開催など
さまざまな支援体制も充実している。今、新たな木材利用が拡大し、林業がますます注目されているんだ。例えばこれは CLT といって、耐震性や断熱効果に優れた建築資材として注目を集めている。間伐材などから作るチップで発電する木質バイオマス発電も注目されている。どうだい、林業は成長の可能性ある明るい仕事であることが分かったかな。岡山県ではまだまだ手入れが必要な森林が多いんだ。君たちの力で大切な役割を果たしてくれている森林を守り育ててほしい。次の世代のために森林をもっと元気にしてほしい。気候よい、住みよい、暮らしよい、岡山で待ってます。